9月期の中級以上のテーマは詰めてボレーとオーバーヘッドスマッシュになります。ではマップコーチポイントをお願いします。はい、8月期中級以上ではアプローチからファーストボレーをテーマに練習していますが、平行陣になってからですね、クロスからの浮いてきたボールに対して詰めてのボレー、またストレートへの厳しいロブに対してオーバーヘッドスマッシュ、このテクニックを、プラスしていくことでより強い平行陣を目指していけると思います。今月はこれをテーマに頑張っていきましょう。それでは早速やってみましょう。平行陣になってからクロスから来た浮いてきたボールはストレートに攻撃していきます。サービスライン付近では攻撃力が弱いのでしっかりとネットに詰めていくのですが、強く打とうとするがあまりに手元にあまり力が入ってしまいすぎないようにしましょう。今度は違うアングルから見てみます。軸足でのしっかりとしたため、打つ前の手元をリラックスしたところからインパクトにかけての握り込み、この辺がパンチを効かすためには重要になってきます。オーバーヘッドスマッシュについて解説します。ジャンプする際は右足でジャンプ、スマッシュが終わり左足で着地する形になります。ラケットは前に放り投げるようなイメージでスイングしてみましょう。形式の中で解説します。クロスから抜いてきたボールに関しては今のような形で詰めてボレーを行います。ストレートへの厳しいロブに対してはこのような形でオーバーヘッドスマッシュが有効でしょう。素早い判断で1個目の動き出しを速くしていきましょう。詰めてボレーとオーバーヘッドスマッシュをバックサイドを通じて解説します。詰めてのボレーもオーバーヘッドスマッシュも必ずしも1本で決まるというわけではないので、パートナーが次のボールに備えてしっかりとフォローしていく動きも取っていきましょう。実際に詰めてボレーやオーバーヘッドスマッシュができると、どのようなプラスの点がありますか？はい、平行陣になったはいいものの、そこからの展開があまりこうイメージできない方も多いかと思います。クロスからの浮いてきたボールもストレートへこうパンチのあるボレーを効かしていったり、ストレートへの厳しいロブに対してもオーバーヘッドスマッシュを使うことで、相手がより攻めにくくなることは確実だと思います。浮いてきたボールどうしても力が入ってしまって力んでしまいがちですが、浮いてきたボールに対して詰めていく場面でも、オーバーヘッドスマッシュでもあまりこう肩に力を入れずにリラックスした中からしっかりスイング、スマッシュだったらスイングですね、ボレーだったら手首を少し緩めてやる感じ、この辺忘れないようにしていきましょう。